あげました。待ってください。いいよ、ゆっくり開けて。開けました。開けました。はい、ということで皆さんはこんにちは。こんにちは。二人とも今めちゃくちゃ緊張しています。緊張してます。お手柔らかにお願いします。このみちゃんとはね、今日二人で初コラボデート、はい、はい、誘っちゃったので今日はもっと仲良くなれたらいいなっていう下心を全開にしながら、まあ、明日ね大会一緒に出るからその練習できたらいいなと思っております。お願いします。めっちゃ緊張しています。なんかでもさ、前に大会出てた時さ、緊張してるとかそんな話がうわーみたいな、緊張しちゃうよみたいな感じ全然感じなかったけど、本当ですか？うちしてます、うん、めっちゃしてたけど、え、嘘、頑張って喋んないとと思って。いやでもめちゃくちゃわかる。平然を装おうとしちゃうよね。こうコミュ障をバレないようにしようなんとか喋ろうみたいな。こうやって喋れないと思われたら終わると思って。いや本当にわかる。頑張ってました。いやそこ一つある共通点だね、コミュ障。コミュ障、本当にコミュ障ですか？いや本当にコミュ障。アキロさん自体は沈黙は大丈夫なんだけど、相手が沈黙しちゃった瞬間に気まずいってなんか思われてたらどうしようみたいに思っちゃって、でも変になんか頑張るけどそうだよねとかで反応が終わっちゃうと、うんうん、あ、辛い、やばい。次どうしよう。思いながらごまかしごまかし生きてるよ。うんうん、変に喋ろうとすると余計絡まっちゃったりとかするんですよね。そう、しかもなんかいつもの自分全然出せなくなるみたいな。ずっと絡まってるみたいになっちゃうんだよね。ということで初コラボなんで、改めてちょっと自己紹介からしとくか。はい、はい、お願いします。ということで、じゃあこのみちゃんお願いします。はい、はい、こんにちは、こんばんは。あなたと好きを共有したい、あなたと好きでつながりたい、ミプロ所属の完全セルフ皮肉部長、若見人間の若見こみです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてホロライブ所属1期生の癒し系ハーフエルフ、アキロゼことアキローゼンタールです。今日はこのみちゃんと獣耳お揃いにしたくて猫耳をつけております。ええ、ちょっと待ってください、見たい。あアキロゼしてもぜひ。サムネがその猫耳になって、うん、わお揃いだって思って見てたんですよ、うん、あ、そうなの、やっぱお揃いがいいなと思って。でこのみちゃんといえばもうこの世の女児のもう今大注目の的なんだよね。いやそんなそれほどでも。いやまた謙遜しちゃって。ちゃおっこのね、ありがとうございます。大人気投票で、うん、もうめちゃめちゃ注目されてたから。いやすごいんですよ、全ちゃおっこの全女児の憧れ。やアキロゼも、そう、大会でこのみちゃんと一緒になる前に、うん、ショート動画やっぱめちゃめちゃ見てたの。うん、ありがとうございます、嬉しい。え、でやっぱめちゃくちゃうまいし可愛いし、なんだこのハイスペックな女は。って。いやそんなこと本当にないですけど。いや本当にすごい。アキロゼ絵描けなくて本当に壊滅的にそのセンスがないから、生まれ変わったら神絵師になりたいと思うぐらい本当にね尊敬しちゃう。そう、できる人だからすごいなっていう憧れの眼差しで今見てます。お絵かき一緒にしてみたいな。うわ、してくれるの、すごい。やりましょうよ、見てみたいな。ちょっと地獄を見せちゃうかもしれないけど、でもこのみちゃんにいつかちょっと、あきろぜのこともいつか書いてもらえたら嬉しいなみたいな気持ちもあるから、ぜひお絵描きのコラボとかもね、これから今後できたらぜひお願いします。お願いします。やったー。ある意味アキロゼも画伯って呼ばれてるんで。画伯なんですか？そうなんだ、意外かもしれない。活動したての頃に結構毎回配信というか、うんうん、その日の夜に自分のお題のテーマを書いてポストしてたのね、ツイッターに。で次の日にその絵の正解を発表するみたいなことやってたんだけど。その正解率のね低さはねすごかった。定評がある。誰もわかんない。誰もわかんない。まあぐらいには、まあ画伯
かなみたいな。でもまあ上手くなりたい気持ちもあるからね、ぜひお絵かきコラボも楽しみにしつつ、今日は明日に向けてのマージャン練習一緒にしたいかな、ね、はい、はい、お願いします。で作って、で、あ、やべ、ルーム ID 出ちゃったもん。やべ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 、あ、間違えた間違えた、もう一回作り直して、入れて入れてそうやってね、今日のサムネで一回隠して、うん、昨日でもこういうの隠さないといけないのかな。ね、そうだね、入ってもらう、自分が入れるまで一回隠してもらって、 OK です、 OK です。あ、やばい、ごめん、もうやん、ごめんなさいかわいい、もうやばいでもよくね、なる、難しいよね配信って、本当に。いや本当に、いや別に機械音痴すぎて、ポンコツなわけじゃないけど難しいんだよね配信がね。あ、ポンコツなわけじゃないんですか。あ、全然ポンコツじゃないと思って。あ、そうなんだ、優秀だなって。あれ、もしかしてポンを感じられている、あれいやいやいやまだそんな、いやいやいや、まだそんなね、ポンのとこ見せてないかなって。うんうんうん、はい、はい、見られるのかなやめてね、そのポン引き出さなくていいからねなんかあれかな、このみちゃん意外と M に見せかけて S の要素が実はあるのかな、これ M に見えてるんですか、このいや、なんか可愛い感じ、やっぱ M かなみたいな、あったけど意外と意地悪もいたずらも好きみたいな感じか、はい、これ。違います。なるほどねあ、いいぞいいぞ、こういうとこ今日引き出してきたよねそうですね、うん、いいぞ。 M だと思われるのはちょっと心外なんで。あ、やばい、新生 S の可能性出てきた今日1回まずこの4人でいきますか。はい、お願いします。はい、よし。おー、なんか久しぶりで緊張するな。麻雀はさ、なんか意外と強いのかなっていう印象だったけど、始めたばっかりっていう感じだったよね。いや、全然あの、あれですよ、前からやってはいるけど、みたいな。あ、そうだ、サンマしてるって言ってたっけ。あ、そうです、そうです、そうだそうだ、サンマが好きなんですよ。サンマとこの普通の麻雀はなんかどう違うの。サンマの方が大きい役で上がりやすい、染めるのとか簡単なんで。あー、そっか、まあ、一人分パイがいっぱいあるから、うん、マンズが1と9しかないんですよ、うん、ええそうなんですよ、マンズが1と9しかない1と9しかないんです。だからソーズとピンズで染めやすかったりとか、うん、役満やりやすかったりとかで、なんかその辺が楽しいみたいな。え、待って、どういうことえ、1と9がいっぱいあるってこと。あ、やばいやばい、1と9が、しかない、だから4つずつ、うん、4つずつしかない。あ、そっか、だからマンズと、あ、違う、ピンズとソーズで染めやすい。あ、そうです、そうです、そうです。はぁはぁはぁ、あ、なるほどね。だから大きい手になるんだ。うん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 。あー、そういうことね。ちょっと、画面配置が。あ、難しいよね、なんか。うん。麻雀のさ、配置難しくない？どこに出しても。うん、なんか。端っこがなんか空いてないっていうか。ね、見えないよー、うん、みたいな。めっちゃ言われて。ちょうど昨日ね、あの、五ブロック打法ってやつをね、学んだんだよ。五ブロック打法？五ブロック打法。ドブロックみたいな。ドブロックみたいだよねまあいろんな流派とか、まあ、諸説ありだと思うんだけど、なんか5ブロック作ると上がりやすいよみたいな。5ブロック、あ、5個のブロック、あ、そういうことかそうそう、5個のブロックってことですね、うん、そう、5個のブロックを。あー、なるほど。それがなんか変に6個とかにもったいぶって取っといて、結局役できないみたいな。うーん、なるほど。うん、ないよ、どうしよう。うわ、積もる、おー積もるんかい積もられた。何だったんだろう。おー、あ、3万あぶねー、強い強い強い、ドラドラ、えぐい、ドラゴン、やばやばい、ドラ輝きすぎでしょリーチ、うん、うん、早いってば。確かに、さっきから。あ、やべ、考えなしで捨てちゃった。だから、やばい。
せちゃった77700。泣きそうに重てやばい。お尻からお尻になってる。お尻からパイになってる。お尻から二人になっちゃったって。ケツ通ね今。そういうお尻じゃないんだ。びっくりした。危ないよ。危ない。そういうこと言わないから。え、そうだね。女子もたくさん見てるかもしれないから。そうだよ、女子が。そうだよ。みんな女子向けで。そうだよ。女子にも優しい配信を心がけたいからね。そうですよ。お尻とか言っちゃダメなんですから。ねえ、危ない。あ、自分の番だ。夢中になってた話。アキロネさん、染めのアキロネだから、やっぱ毎回染めてると思うんですよね。あー、まあそうなんだよね。気づいちゃった。そうですよね。そんな、まさか染めてないのに上がろうとなってするわけないと思うんで。あれおっと。いや、まあ染めのアキロネだからね。そうですよね。染めてる、今も。なんなら染めてる。なるほど。まあが、この間今日自敗がもうなんか全て逆を言ってる。比べてる。行くか。わあ、ツッツルされた。ツッツル。ツッツル。前に進むのです。嬉しい、可愛いな。可愛いよね。下毛と今コラボしてるよね。してますね。ちょうど2週間くらい前に見始めてて。あ、へえ。そうなんですよ。めっちゃハマってたところだったからめっちゃ嬉しかった。めっちゃタイムリー。そうなんですよ。アキロゼ下着をね、まだ見たことがなくて。あ、そうなんですか。そう。気にはなってたけど。めっちゃ面白かったです。きたー。仕方なくね。染めたかったけど。そういう時も。そう。仕方ない。よし。やばい。いや、気持ちいい。どうしようかな。これは染めてるか？まあ、どうかな。ワンチャンあるの、これ。まあ、じゃあちょっと、こうみちゃんが集中できないように。意地悪に、ちょっと雑談で心かき乱して。あー、ちょっとやめてください。じゃあね、行くヘビーのやつ行くね。はい。このみちゃんが、絵を描こうと、こう、絵を描いていこうと思ったきっかけは何ですか？きっかけは、うん。なんかもう幼稚園の時とかでみんな描くじゃないですか。うんうんうん。あの時からずっと変わらず好きっていうそれだけですね。ずーっとじゃ描いて。そうですね。ずっと好きだったから。いつからとかあんまりないんですよね。あんまないんだ。あんまない。あんまないんだね。すごいね、でもずーっと描き続けてって。いやーでも、やだなーって時も全然あるけどって感じですね。うん、やっぱ、うん、何年も書かないみたいな時もあったりはしたけど。でもじゃあ好きなことをお仕事にできてるっていう感じ、うんうん、だもんね。そうですね。すごいなー。でも配信者さんとかってみんな結構そうじゃないですか。まあ、確かに。配信楽しいみたいな感じで。アキロゼも、まあ、好きなことして、まあ、確かに生きてはいるけど、まさか自分がアイドルになるとは思っていなくて。そして、まあ、こうやって麻雀をね、こうやって打つことになるとは思ってもいなくて。人生何があるかわからないなと思って。そうですね。いや、そうですよ。このまさかアキロゼさんとお話しする機会あると思ってなかったですよ。いやー、そうだよねー。
本当に。うえ、なんでそんないつも強いの。強いな。でも負けたくないな。けど染めてないな。いやいやいや。もう染めてないな。そんなことはないけど。あれ名前変えた方がいいんじゃないですか。いやいや、やっぱ染め、みんなやっぱねこれで引っかかってくれるから変えられないんだよね。そういうブラフのためなんですね。あ、そう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 。なるほどな。おおっと、あ、よしよし、やり合ってくれた。じゃん。だけど、これ終わって。だけど、これ、点数次第。あ、これ、来たんじゃない？これ。ということは？ということは？やっぱ2だ。いいのか、これで。なんかちょっとなんかじゃない？なんかじゃない？なんかじゃない、ちょっと。その2って本当にそのなんか自分で掴み取った2なのかなって。いや、一回も上がってない気がする。いや、負けない麻雀もまあ大事って言うけど、でもこのみちゃんはそれでなんか嬉しいのかなって。いや、なんか。まあまあ、だって明日とかはやっぱ2位になれば決勝いけるわけですから。うん、くそー。ちょっともう一回ね、最後にもう一回やろう。あ、OK、やりましょう。よし。はい。よし。上がりたいな。そう。上がってないマジか。いやいやいや、上がってないんだ。上がった分、上がられてたら意味ないですからね。あ、いや、でも上がった方が偉いしな、普通に。いや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 。マユシーは、おー、いっちゃってーの。攻めてる。何でも取れますよ、何でも。何でもは、信じない主義。そこの、あ、切られちゃった。切らないよ。惑わそうと思ったのね。惑わされないよ。そんな手じゃ惑わされないからね。それだ、あ、あー、おい、おい、振り込むなおーい、やったー、はーい。くっそー。えい、おー、マン。マンガー、うー、やるじゃん、やったー、うん。まあまあ、まだ。よし。これで、これで文句は言われまい。うん、まあ、一回ぐらいはね。一回はね。